タレントの加藤紗里、28歳が3月27日、自身のインスタグラムで、女優、観月ありさとのツーショットを披露している。加藤はこの日、この前、観月ありささんの舞台を見に、名古屋へ行ったことを報告。寒月の楽屋前で撮った、2ショットを投稿した。これに、ネットでは、観月さんより顔小さいけど、本当？舞台館に行っただけで、ツーショット撮れるなんて、どういう関係なんだろう。唐突な大物登場に草などの声が上がっている。